アイーダデアコスタアイーダデアコスタはアメリカ合衆国の社交界の女性でアルベルト・サントス・デュモンの女友達で1903年女性として最初に飛行船で単独飛行したニュージャージー州のエルベロンに生まれた父親はキューバ生まれの帰船会社の重役で母親はスペインの貴族アルバケの出身である7人兄弟で姉妹の中に有名な作家 メルセデス・デアコスタと社交界でその美貌で知られたリタ・デアコスタがいる。1903年6月27日、19歳の時、パリでブラジルの飛行のパイオニアのアルベルト・サントス・デューモンと付き合い、彼の飛行船ナンバー9の操縦を教わった。当時サントス・デューモンは自分の飛行船でお気に入りのレストランを訪れ、気球船を店の前に止めて食事をしていた。 単独飛行を行うアイーダデアコスタに、サントス・デューモンは自転車で付き添い、手振りや大声で指示を与えた。後にアイーダデアコスタの回想によれば、サントス・デューモンに感想を聞かれ、素敵でしたよ。サントス・デューモンさんと答えると、サントス・デューモンは、お嬢さん、あなたが世界最初の女性飛行士ですよと叫んだという。エンジンのついた航空機の最初のパイロットであって、これは、 ライト兄弟の動力機による飛行の6ヶ月前の出来事であった。飛行はブローニュの森のアメリカとイギリスの試合の行われていたポロの競技場まで行われ、観客の手伝いで飛行船から降りると、ポロの試合をしばらく観戦し、サントスデュモンと飛行船に乗り、ヌイに戻った。飛行は全部で1時間半ほどであった。両親はこの飛行について驚き、 このようなことをする女性と結婚する男がいないことを恐れて口止めしたのでこの出来事が明らかになったのは1930年代になって、自ら夫と海軍士官のジョージカルナンに夕食の時の話題にするまで知られなかった。サントス・デューモンの電気作家たちはサントス・デューモンが飛行機に乗せた唯一の人物であり、サントス・デューモンが生涯独身で、 彼女の写真を部屋に飾っていたので二人のロマンスを疑う者もいるが、この飛行の話以外に関係を思わせる記録はない。晩年、緑内障で片目の視力を失った後、彼女は眼科治療を講演し、アメリカ最初のアイバンクを創設し、所長を務めた。ありがとうございます。